どうも、サンプティです。ということで、EV リメイク版の実況プレイ、パート4、やっていきましょう。前回は、なんかにゃんちゃんがいたり、パズルを解いたり、いろいろしましたけど、今回は、一体ね、どうなるでしょうか。もうトークスキルのなさが、話。じゃあ早速続きからやっていきますよ。前回は最後は花嫁の左手に指輪をはめて、ブーケをもらったところでしたね。で、あと行ってないところって言ったら多分ここなんで、あ、こいつでしょうと。お花いいな。そのお花くれたらここ通してあげるよ。お花ちょうだい。ああ、やばいやつがいますね。まあ、赤いバラ渡したら多分やばい、やばそうなんで。ブーケ渡しましょうね。ブーケ渡した。ありがとう。いい匂いだな。それじゃあいただきます。ああ、美味しかった。ありがとう、ありがとう。約束だからね、このドアで奥に行けるよ。それじゃあね、ああ、終始やばいやつでしたね。まあ、通っていきましょう。なんかやばいところに来ましたね。なんかすごいマネキンがいっぱいあって。ああ、もう白目見ちゃった。何なんでしょうね。なんかいますけど。あら。あらあら。気をつけて。私、この絵と似たようなやつに襲われたのよ。知ってるって？ああ、そっか。女の絵から私のバラ取り返してくれたんだっけ。しかし、よく逃げ切れたわね。これね。なんでこここんなに女の絵があるのよ。めちゃくちゃありますね。これは？金色の像にランプがかけられている。ほうほうほう。これは？新聞が広げられている。あなたは？新聞を読む貴婦人。ここ暗くて新聞読みにくいのよね。なるほど。なんかできたりするわけではないと。ここには無個性がありますね。これは白いカゴがぶら下がっている。これさ、こっちのカゴ引っ張ればこっちの檻開くわよね。なんだ簡単じゃない。ぐ。ごめん、やっぱり力技じゃダメだったわ。まあ、ダメみたいですね。扉の前に檻があって開けられない。だから、まあ、どうにかして、この檻を開けようっていう、あれですね。これは？木の番人。文字盤に字が浮き出てきた。花びら一枚ください。そしたらあなたが危ないとき助けます。自分の花びらを代償にして、危険を回避するみたい。危機回避をするみたいな。いいですね。リスクヘッジなのか、自らリスク取っているのか分からないですけど。どうしよう。イブ、この時計の言ってること信じるの？私は悪いけど信用できないから花びらをあげたくないわ。残念。まあ、あげてもいいんじゃない？1枚ぐらいだったら。取引成立。痛い。はい、じゃあお願いしますね。赤き衣のステップ。ステップか。急に歩き出したりしなければいいけど、フラグを立てるのやめてください。何もなさそうかな。吊るされた男。この絵、美術館にあったやつだわ。もっとよく見る。ああ、こういう感じにスクロールできる。
服になんかありますね。6952。まあ多分逆さになっているから2569ってことでしょうけど。はい、そんな感じ。ああ。オニョンの個性がある。これは？金を自慢する貴族。金を自慢する貴族ね。あの手に乗ってる鳥も金？すごいですね。金でできた鳥。金鳥ってことですかね。マネキン。あら？これはなんだ？鍵穴がね、この扉は鍵以外で開くようだ。絵画に隠されし4つの数字を示し、扉を叩け。絵画に隠されしってことは、絵の中にヒントがあるのかも。だから多分さっきの、あれでしょうね。これで1つ下がって、で、これで1つ上がるって感じだね。じゃあ、5、どうだ？あ、いたいた。合ってそうでしたね。これは？虚空を見つめる女。なんか、この絵だけ他の女の絵と雰囲気違うわよね。違うわね。目が真っ黒で気味が悪いし、あんまり近寄りたくないかも。まあ、そうですね。すごい神秘的というか、なんか、怖くてきというか、魔性というか、なんて言ったらいいかわかんないですけど。とりあえず入ってみましょう。鏡の前に何かが置いてある。金の魚を手に入れた。おう。大きな鏡がある。あら、イブちゃんと、ヤリーさん。いいね。鏡に何か書いてない？魚の片割れ、木の女のそばに。どういうこと？おお。ギャー！何よこれ。この。やめて、ギャリーさん。分かったわよ、イブ。ちょっと大人げなかったわね。じゃあ、行きましょう。なんなんですよ、急に現れましたけど。で、ちゃんと、また下に、マリキンの、首があるの、いいですね。面白いですね。魚の片割れ、木の女のそばにっていうと、木の女っていうのは、これっすかね。多分この1枚しかなかったよね。あ、なんかある。何かが落ちている。穴が開いたボールを手に入れた。あれ？このボール、さっき拾った魚の模型に差し込めそう。そうなの？金の魚と穴が開いたボールを組み合わせた。金のランプを手に入れた。うわ、明るい。ボールは電球部分だったのね。どういうこと？おお、ふふふって。こんにちは。いやー 通れるかなと思ったけどダメだった。じゃあこれを、ここに、やればいいんじゃないの？ねえ、あなたが持ってるその、とても明るいランプ。よかったらその像と交換しません？じゃあ、しません。嘘です。はい。ありがとう。じゃあ、その像をあげるわ。ありがとうございます。金の像を手に入れました。ああ、明るい。なんて素晴らしいの。ありがとうございます。新聞読みやすくなって最高よ。でも、こんな高そうな置物をもらっちゃってよかったの？新聞より大事なものなんてないわ。すごい新聞愛だこと。すごいですね。いいと思います。こっちは？いけるね。これセーブいくつまで？ 20 まであるんですね。じゃあ、こっち。作品にはお手お触れのようお願いいたします。万が一、備品や作品に何らかの損害を与えた場合は、
あなたの命をもって賠償させていただきます。かな。文字がところどころ抜けている。これはどうしようかな。花瓶、まあ、いけましょうか。はい。楽しい毎日。美術館はちょっぴり不思議な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ。だからあなたもここにいれば大丈夫。みんながいるから。なんだその赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいな。変わってないか。そうすると多分こっかな。あら、その金の像、なんて大きく美しいんだ。この金の鳥と交換してもらえないだろうか。いいよ。じゃあ像はここに置けばいいのかしら。で、金の鳥を交換と。金の鳥を手に入れた。金鳥を手に入れました。ありがとう。ああ、なんて大きく美しい黄金像なんだ。あの像、本物の金じゃないけどね。言っちゃいけません。何にせよ気に入ってもらえたみたいね。まあ、良かったんじゃない？ああ、いいなら、それでいいなら、と思います。ってことは多分、ここだよね。金の鳥を入れてみましょう。ああ、やっぱり。そんなに重かったっけ、あの鳥。まあいいか。早くこの中調べてみましょう。こんなに厳重に塞がれてたんだから、きっと何か出口があるかもしれない。まあ、ちょっと怖い気はしますけどね。え？ああ、こんなか。じゃあ行きましょう。あらあら、なんか見えますけど。周りから調べますか。疲れたのならゆっくりお休み。もう苦しむこともなくなるから。指定席ってやつですね、これ。何もできないかな。あ、そう。いやー、調べますか。いやー、お父さんとお母さんでしょ、これ。パパとママでしょ。イブちゃんの。何かが額縁通りに立てかけられている。灰の鍵を手に入れた。また鍵か。出口じゃなかったわね。イブ、どうしたの？え、この絵の人、イブのパパとママなの？え、確かに言われてみればイブに似てるかも。でも、なんでこんなところにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって？それはちょっと私にもわからないわ。大丈夫よ。きっとどこかにいるって。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。お母さんとお父さん。イブ、元気出して。きっとパパとママ、どこかにいるはずよ。ああ。え？何の音かしら、今の。何の音でしょうね。ああ、扉が開けませんね。閉じ込められてしまいましたね。え、嘘でしょ？この扉、鍵なんてついてない。ああ、何この音、外から？なんかまずいかも。イブ、気をつけて。扉は開けられないはずですけどね。って言ったら後ろの壁から来るんですよね。はい、さよなら。何この招きの数、何が起こってるの。早くここから離れた方がいいみたいね。イブ、あれを見て。ああ、向こうに鍵のかかった扉があったわ。さっき拾った灰色の鍵があればあの扉を開けられるはず。あそこに向かいましょう。これは？もっと遊ぼうよ。これかな、こいつが言ってんのかな。おー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 、追いかけてきた。
どいつもこいつも邪魔な場所に。こいつらどかせば近道になるわ。いいわよね。いやー、こういうパターン、こういう時だいたい回り道した方が、ね、急がば回れって言うしね。回り道しよう。わかったわ。貴婦人助けて、貴婦人助けて。あ、約束なので少しだけ時間止めます。おお、時の番人が。やっぱリスクヘッジにはよかった。リスクヘッジになりましたね、結局。ありがとう、ありがとう。いや、本当に少しだ。本当に少しだった。逃げろー。合いの鍵を使った。ああ、逃げられましたね。あらあら。ここまで来れば、大丈夫でしょう。ざまあ見なさい。さてと、それじゃあ先に。って、イブ？ちょっと、顔色悪いわよ。大丈夫？あー、イブちゃんが倒れちゃった。イブ？ちょっと、しっかり！イブ！イブ！あー、イブちゃんが倒れてしまいました。おー、なんか、床にすごい数字が。赤いバラがどこにもない。そんな探索パートですか。拡大しながら、拡大しない方がいいかな。え、何これ。イブ、どこにいるんだ。早く逃げないと追いつかれてしまうよ。ああ、どうしよう。こんなに探したのにどこにもいない。え、これパパ。どこにいてもみんなこっちを見てる。あ、マネキンがなんか血を吐いてる。これこっちはね、もう進むだけ。たくさんのマネキン。おう、急がないとどこかに。え、インクが溢れ出して記録ができなくなった。美術館では静かに。あ、バラは持った瞬間に溶けてしまった。なんと。あ、ママ？あの子ったら、どこ行ったのかしら。先に一人で見に行くって、それで。困ったわ。早くしないと、私たち帰れなくなっちゃうわ。これは、夢、さすがに夢だよな。まあ、うん、そうだと思います。絵の中で女の人が笑っている。笑っている、笑っている、笑っている。おお、笑っている。どいつもこいつも笑ってやがる。あ、お母さんとお父さん。え、あー、まあ、こっちがあるの。何、この先出口です。絶対違うやん。絶対出口じゃないやん。あ。なに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 ？さっきの虚空の女かな？え？あ。おー、夢落ちだったー。あ。おはよう、イブ。気分はどう？怖い夢を見た。そっか、かわいそうに。まあ、無理もないよね。あんな怖い目に遭っちゃったら、ね。起こせばよかったかしら。ごめん、気がつかなくて。大丈夫だよ。イブ、そのコートのポケット探ってごらん。どれどれ？キャンディーが入っている。それあげるわ。食べてもいいわよ。じゃ、もうちょっと休んでから出発しましょう。あ、そうそう、イブのバラはそこの花瓶に生きてあるからね。優しい。もうギャリーさん大好き。ギャリーのコートがある。拾う。
男性してと。はい、といったところで今回は、一旦終了したいと思います。また次回、パート5以降でお会いしましょう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければ高評価やコメントなどをお願いします。またチャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録がまだという方はそちらもぜひ。またツイッターもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。